セルゲイ・コバレフは、ロシアのプロボクサー。チェリアビンスク州コペインスク出身。元 WBA スーパー IBF、WBO 世界ライトヘビー級王者。元 WBO 世界ライトヘビー級王者。80%近い効率を誇る。相性は破壊者の意味を持つクラッシャー。現在は、アメリカ合衆国フロリダ州フォートローダーデール在住。入場局は、 スマイスラビガルジャッツイガッツイのフォーエバーヤング。2012年6月のダーネルブーン戦で5000ドルのファイトマネーを手にするが、プロデビューからプロ19戦目のこの試合まで約3年の間ファイトマネーなしで試合をしていた苦労人。インタビューで黒人別紙の言葉であるニグロを使ったり、アドニスステベンソンをゴリラに例えるような画像を投稿したりと、その度に謝罪をしているが、 人種差別であると批判されている。1994年12月1日、11歳の時に学校の隣にあったジムでボクシングを始める。2004年、ロシア選手権にミドル級で出場し、決勝でマットコロボフに敗北。2005年、ロシア選手権にミドル級で出場し、優勝を果たす。2007年、ロシア選手権にライトヘビー級で出場し、 準決勝で、アルツール・ベテルビエフに敗北。2007年、ロシア選手権にライトヘビー級で出場し、決勝で敗れる。国際大会で目立った戦績は残せなかったが、アマチュア時代の戦績は193勝22敗。2009年7月5日、ノースカロライナ州グリーンズボロの、グリーンズボロコロシアムで、ダニエル・チャベスとライトヘビー級4回戦を行い、 初回55秒 TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2010年10月9日、ジョージア州アトランタでダーネル・ブーンとライトヘビー級8回戦を行い、8回2から1の判定勝ちを収めた。2011年12月5日、エカテリンブルクのディブスでアブコ、ライトヘビー級王者のローマン・シマコフと対戦し、7回47秒 TKO 勝ちを収めた。 試合後、シマコフはリングから担架で運び出される時には、意識があったが意識を失い急遽病院に搬送され、回答手術の会なく、意識を回復しないまま同月8日に死亡した。2012年6月1日、ペンシルベニア州ベスレヘムで、ダーネル・ブーンとライトヘビー級8回戦を行い、2回1分32秒、TKO 勝ちを収め1年8ヶ月ぶりの再戦を制した。 なおこの試合でメインイベントのケーシー・デュワと契約を交わした。2013年1月19日、コネチカット州、アンカスビルのモヒガンさんで元 WBA 世界、ライトヘビー級王者のガブリエル・カンピー・ジョと、ライトヘビー級10回戦を行い、3回1分30秒、TKO 勝ちを収めた。2013年6月14日、ペンシルベニア州ベスレヘムで、コーネリアス・ホワイトと、 IBF 世界ライトヘビー級1位決定戦を行い、3回1分42秒 TKO 勝ちを収め、IBF 世界ライトヘビー級1位の座を獲得した。同日に、IBF 世界ライトヘビー級王者、バーナード・ホップキンスの初防衛戦が中止になったことも、あり、ホップキンスへの挑戦に意欲を見せた。2013年8月17日、 カーディフのモーターポイントアリーナカーディフで WBO 世界ライトヘビー級王者の姉さん、クレバリーと対戦し、4回29秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年11月30日、HBO デビュー戦として、カナダケベックシティのコリシーペプシで WBO 世界ライトヘビー級15位でナブフ。 北米ライトヘビー級王者のイスマイル・シラクと対戦し、2回52秒小勝ちを収め、初防衛に成功した。2014年3月29日、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォーク、ホールダンスホールで、スバ全米ライトヘビー級王者で、WBO 世界ライトヘビー級15位のセドリック・アグニューと対戦し、7回58秒小勝ちを収め、 二度目の防衛に成功した。2014年8月2日、アトランティックシティのレベルアトランティックシティで、元イボ世界ライトヘビー級王者で、WBO 世界ライトヘビー級10位のブレイク、キャバレロと対戦し、2回1分47秒、TKO 価値を収め、三度目の防衛に成功した。2014年8月20日、WBO はコバレフを、 WBO の2014年8月度の月間 MVP に選出した。2014年10月31日、WBO から2014年度年間最優秀選手賞に選ばれた。2014年11月8日、ボードウォークホールで WBA スーパー IBF 世界ライトヘビー級王者のバーナード・ホップキンスと王座統一戦を行い、12回3から0の 判定勝ちを収め王座統一に成功。WBA IBF 王座の獲得。WBO 王座の4度目の防衛に成功した。コバレフはこの試合で50万ドルのファイトマネーを稼いだ。2014年11月12日、WBA はコバレフを WBA の2014年10月度の月間 MVP に選出した。11月15日、WBO はコバレフを WBO の2014年11月度の月間 MVP に選出した。2015年3月14日、本来であれば IBF 世界ライトヘビー級1位のナジブ・モハメディと対戦しなければならなかったが、コバレフ側が IBF に2万ドルを支払うことで対戦を延期し、モントリオールノベルセンターで、 元 WBC 世界ライトヘビー級王者で、WBO 世界ライトヘビー級1位のジャンパスカルと対戦し、8回1分3秒 TKO 勝ちを収め、WBA IBF 王座の初防衛に成功し、WBO 王座の5度目の防衛にも成功した。なお、WBC はこの試合の勝者に、WBC 世界ライトヘビー級、ダイヤモンド王座を与えると通知していたため、 勝者のコバレフには WBC 世界ライトヘビー級ダイヤモンド王座が贈られた。このことに対して WBO のフランシスコバルカルセル会長は一つの団体が一階級に多数の王者を認めることでファンは混乱するし世界王者の価値を損なうことにもなると批判の声を上げた。2015年3月27日 WBC が セルゲイ・コバレフとアドニス・ステベンソンに対し、王座統一戦を行うよう指令を出した。対戦交渉が合意に至らなければ、同年4月17日に入札が行われるとのこと。2015年4月4日、WBC はコバレフを WBC の2015年4月度の月間 MVP に選出した。4月10日、WBA はコバレフを2015年3月度の 月間 MVP に選出した。2015年4月14日、コバレフ側がアドニス・ステベンソン1000の入札を辞退すると発表した。2015年7月25日、マンダ・レーベイイベントセンターで、WBA 世界ライトヘビー級2位で、IBF 世界ライトヘビー級1位のナジブ・モハメディと対戦し、3回2分38秒小勝ちを収め、 WBA IBF 王座は2度目、WBO 王座は6度目の防衛に成功した。2015年8月10日、WBO はコバレフを WBO の2015年8月度の月間 MVP に選出した。8月12日、WBA はコバレフを WBA の2015年7月度の月間優秀選手賞に選出した。 2015年11月、WBC の年次総会で、WBC 世界ライトヘビー級王者アドニス、ステベンソンと指名試合を行うよう指令が出された。2016年1月30日、カナダのモントリオールのベルセンターで、WBO 世界ライトヘビー級3位で、元 WBC 世界ライトヘビー級王者のジャンパスカルと再戦し、4回と5回に、 ストップ寸前まで追い詰め、十分に痛めつけて7回終了時危険による TKO 価値を収め WBAIBF 王座は3度目、WBO 大座は7度目の防衛に成功した。当初は2015年11月28日モスクワで対戦する予定だった。試合後にリングに上がってきたアドニス・ステベンソンに向かって中指を立て、俺と試合をしろチキンソンと発言。 それに続き鳥の鳴き声を真似て挑発しあわや一触即発状態になった。2016年2月1日、WBO はコバレフを WBO の2016年2月度の月間 MVP に選出した。2月15日、WBA はコバレフを WBA の2016年1月度の月間 MVP に選出した。2016年7月11日、 エカテリンブルクのディブスで、WBA 世界ライトヘビー級12位で、WBO 世界ライトヘビー級11位で、元イボ世界、スーパーミドル級王者のアイザック・チレンバーと対戦し、12回、3から0の判定勝ちを収め WBA IBF 王座は4度目、WBO 王座は8度目の防衛に成功した。HBO はロシアから、録画中継し、異例となる。 ワールドチャンピオンシップボクシングの月曜日放送を行った。2016年7月20日、WBA は、WBA スーパー IBFWBO 世界、ライトヘビー級王者セルゲイ・コバレフと WBA、世界ライトヘビー級正規王者のユルゲン・ブリーマーに、対し王座統一戦に関する対戦交渉を同日から開始し、同年8月19日までの30日以内に、 対戦交渉で合意するよう指令を出した。合意に至らなければ入札になるとのこと。2016年8月11日、WBA は最新ランキングを発表し、WBA の2016年7月度の月間優秀選手賞に選出した。2016年11月19日、T ・モバイルアリーナで WBA 世界ライトヘビー級2位で、 IBF 世界ライトヘビー級1位で、WBO 世界ライトヘビー級1位で、元 WBA スーパー WBC 世界、スーパーミドル級王者のアンドレンウ・オードと対戦し、プロ初黒星となる12回0から3の、判定負けを喫し WBA IBF 王座の5度目、WBO 王座の9度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2017年6月17日、 マンダ・レーベイイベントセンターで、WBA スーパー・ IBF ・ WBO 世界、ライトヘビー級王者のアンドレブ・オードと対戦し、8回2分29秒、TKO 負けを喫し、WBA スーパー王座、IBF 王座並びに、WBO 王座への帰り咲きに失敗した。2017年11月25日、マディソン・スクエア・ガーデン・シアターで、 アンドレ・ウォードの引退に伴い WBO 世界ライトヘビー級10位のビャチェスラフ・シャブランスキーと WBO 世界ライトヘビー級王座決定戦を行い2回2分36秒 TKO 勝ちを収め王座返り咲きイバ王座とエブップ王座を獲得した2018年3月3日ニューヨークのマディソンスクエアガーデンシアターでイボ世界ライトヘビー級王者で WBO 世界ライトヘビー級4位のイゴール、ミカルキンと対戦し、7回2分25秒、TKO 勝ちを収め WBO 王座とエブップ、王座の初防衛に成功した。2018年8月4日、アトランティックシティのハードロックホテルカジノアトランティックシティナエテズスアリーナにて、WBO 世界ライトヘビー級8位のエレーデル、アルバレスと対戦し、7回小負けで、 王座防衛に失敗、王座から陥落した。2019年1月20日、前年の2018年6月9日に、カリフォルニア州ビッグベアーレイクで、性的行為を迫るも拒否されたことに起こって、女性の顔面を殴り、尾骨骨折や頸椎椎間板ヘルニアなどの大怪我を、負わせた上、加えて、女性の飼い犬を受け飛ばしたとして、逮捕、起訴されていたことが発覚した。 コバレフは無罪を主張していた。2019年2月2日、テキサス州フリスコのザ・フォード・センター・アット・ザ・スターで WBO 世界ライトヘビー級王者のエレーデル・アルバレスとダイレクトリマッチで対戦し、12回判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2019年7月29日、7月15日にフロリダ州のフォートローダーデル・ハリウッド国際空港で コバレフが隣に座っていた女性乗客の手を掴んで無理やりキスをしてから金を投げつけたとしてその女性客が搭乗員に泣いて訴えたためコバレフは搭乗を拒否され飛行機から降ろされていたことが発覚したまたコバレフは他の乗客たちとも激しい抗論をしていたとされている二0 1九年八月十四日ロシアチェリャビンスクのトラクタースポーツパレスで 指名挑戦者1位のアンソニー・ヤードと対戦し、11回 TKO 勝ち。2019年11月2日、MGM グランドガーデンアリーナで3階級制覇王者、サウル・アルバレスと対戦。試合当日朝の時点の体重が、ライトヘビー級の規定体重の79.3キロから4.53キロ以内の増量制限の契約を交わしており、 その契約体重はクリアしたものの11回 TKO 負けをキッシュ王座から陥落した。2020年1月性的行為を迫るも拒否されたことに起こったコバレフから暴行を受け重傷を負ったと訴えていた女性がコバレフは和解金として65万ドルを支払うと同意したのにもかかわらず前年の10月に25万ドルを送金してきた以降は 支払いが止まっていると主張して、軽椎椎間板にプレートを埋め込む手術を受けた、証拠となるレントゲン写真や手術痕の写真などを公開し、再度、コバレフを契約違反で民事訴訟で提訴する予定であると告発を行った。2020年2月24日、ロサンゼルスで午前2時頃に飲酒運転で逮捕された。2020年4月25日、 サリバンバレラと試合が決定していたが、新型コロナウイルスの影響で、試合延期になった。2020年10月3日、最終的にコバレフが女性への暴行を認めたことで、司法取引により減刑され、執行猶予3年の有罪判決が下された。これで、刑事事件は終了したものの、被害者女性が起こした和解金65万ドルの未払い民事訴訟は、続行される。 2021年1月14日、ボランティアアンチドーピング機構が2020年12月30日に、ラスベガスでコバレフに行ったドーピング検査で合成テストステロンの陽性反応が出たことが発表され、その後1月7日にカリフォルニア州オックスナードで行われていたドーピング検査の結果でも、同じ合成テストステロンの陽性反応が出て、 ドーピング検査で禁止薬物の陽性反応が2回にわたってってことで1月30日にカリフォルニア州で対戦予定だったベクテミルメリクジエフとの試合が中止になった。ありがとうございます。